けたマリア、久々の緑。ああ、揺れすぎだろう。砂地を過ぎちまったからな。足回りが硬い地面にこなれるまでの辛抱だ。飛んでる妖精はいいよな。なんだ、ぶつけたのか。なわけあるか。こいつは砲撃だ。開会式で見たな。確かフォーデンの腹心のギドと、もう一人はルイシンパのグローデルだ。彼らはかなりの有名人だ。例の硬直する魔法が効いているはずだろ。いや、よく見てみろ。どっちも候補者を直接は狙ってない。狙いはあくまでもお互いの凱旋者の足だ。ゴーヤで凱旋者ぶっ壊れたら、本人が無事でも脱落決定だな。それで足止め合戦。結局は武力もありなわけか。足元をよく見ろ、後陣もいる。なるほど、有名候補たちの勝負の見届けか。グローデルの方が押されてるな。どうする？ほっといたらフォーデン派のギドってやつが勝っちゃいそうだけど。ここはグローデルに手を貸そう。そうだな、ルイに取り入るなら作戦として正しい。確かに、今はルイ派のグローデルに恩を売っておくべきだな。おいおい、こっちは無名の候補者様だぞ。もしバレたら足を狙われるだけじゃ済まないぜ。いざという時は逃げりゃいい。この凱旋者は世界一速いんだろ。ここでビビったら世間の度肝なんて抜いてやれねってか。よし、覚悟は決まったね。あいつにがっつり恩を売ってやりましょう。外よの伝声館ならそばにあるぜ。加勢する、聞け、グローデル。なんだ貴様ら、なぜルイ派をかばう。すまん、わけは言えない。その凱旋者、お前たち大聖堂を壊したあの平民候補か。一度ならず二度まで聖教を愚弄すると。いいだろう、神の皆において罰を下してくれる。ほど知らず、私の戦いに割って入ると、私とことを構えれば長売れるとでも考えたか。挑む相手を間違えたな。あいにくこちとらそんな簡単な事情じゃねえんだよ。我ら聖教不尊兵だ。神の意向にあだなす者は何者だろうと退けてきた。私が手を下すまでもない。自分たちの無力さを思い知るがいい。忘れるな、例の硬直する魔法でギドには手が出せん。まずは取り巻きを狙え。頭数を減らせば戦局も変わる。では行け、同胞たちよ。そんな平民どもを蹴散らすのだ。硬直する魔法のこと忘れないで。ファイター。落ち着いていこう。協力しよう。ドロールもやるじゃない。存分にやれ。これを。助かった。恩に着る。
相手をよく見る敬礼の力を。燃えろ。そんなやからめ。はっ、何かできるとでも。悪は倒す。叩き切る。何のこと。王者の魂をここに。圧倒的な力を。フフフフフ。くそ。食らえ。何かできるとでも。行くぞ。仲間と共に。よし、行け。これで終わらせる。ヒルケンベルグの攻撃が弱点に命中。ファイター。自由な旅人の力を。フッ、やっ、みんなナイト。いや、フッ、キライ。ゾンガイ粘る。このままお前たちに花を持たせてやってもいいが、あいにく信徒たちの対面もある。親愛なる同胞たちを守るためだ。私自身も力を振るわねばなるまい。さあ、偉大なる聖教の力、その身でしかと覚えるがいい。あっ、我が同胞たちよ。はっ、こいつ聖教の意向を。なるほど、そこはロードの体力が減ってる。誰と回復できる。ファイター。安心しろ。ありがとう、感謝する。大加減はしない。炎の力に。聖教の意向。聖教の意向。そう、くそ、来るか。王者の力、この身に宿れ。バカな。この力で。この圧倒的な力を。状況を確認する。合わせてくれ。いや、違う。我が剣、燃えろ。貴族としてファイター。叩き切る。シーカー、ヒル不正と驚く。強い聖教の意向を。無駄なんなものか。あのあがきを。はっ、英霊の力、ファイター。ほう、同胞たちを退けたか。だがそれも苦し紛れに過ぎん。この塔、私はどこも傷ついておらんぞ。こっちは手が出せないのに、向こうは好き勝手できるなんて。大いなる聖教の意向にひれ伏せ。覚悟はいい。させるかよ。我が凱旋者に何を。こちとら失う本はないからな。せめてそっちの凱旋者だけでも動けなくしてやるぜ。これ以上付き合うのも無駄か。まあいい、時期必ず報いは受けさせてやる。うわ、やっと行ったか。おい、お前ら降りてこい。どういうつもりだ。本でも潤ってのか。俺は火星なんてなくてもあのまま
命拾いしたな。なんだ、今ここで白黒つけるか。ちょっとグローデル、助けられたのよ。疑う前に言うことがあるでしょ。うん、ったくひどいのになったって。おいおいおい、歌姫ジュナ様じゃねえか。なんでこんなとこに。もしや道なる脳瀬ってやつ。この柄の悪い男はただの運転手よ。帰った帰った。これ以上はお代を要求するけど。わかったわかった、わかりましたよ。追っ払うのも慣れてらっしゃる。ま、面白そうなネタは他にも見つかったしな。驚いた。あなたが義堂を任したの？可愛い顔してるのに使えない運転手より全然役に立った。ちっ、おい、お前たち歌姫様の前だからってはしゃぐなよ。歌姫って、開会式で歌ってたニディア族の娘か。これはもう我慢できねえ。この外旋車、味回りが回転攻防性じゃねえか。いい部品使ってんな。類人へなかなかやりおる。おい、お前たち、国一番の歌姫と言われたジュナ様だぞ。嘘だろ、誰も興味ないのか。誰も握手はしてもらわなくていいのか。仕方ない、仕方なくだぞ。ここは代表して私が。あなたたち面白いわね。あなた、それって妖精？驚いた。本物じゃない。どこで。おい、上を見ろ。飛行型外旋車だと。完成させたってのか。そのグローデルが運転手なんておかしいと思ったが、そういうことだったか。なのに聖教が主催の開会式で歌ってたわけ。フォーデンたちも所詮は人気が大事ってことね。ルイ様、申し訳ありません。ジュナ様のお見送りという大役でこのような。ジュナ様がご無事で何より。あんな相手俺一人でやれたんです。なのに奴らが横やりよ。そう、悪いけどどうでもいいよ。仲間が世話になったようだ。礼を言いたいところだが、お前たちは何者だ。ただの候補者です。ほう、次の王座を狙う者同士。見たところ平民のようだが、連れの女は騎士だ。しかも凱旋者。なんとも奇妙だ。なぜ競技会に出ようと考えた。思ったより興味を引けてるようだ。取り入る好機かもな。答えを間違うなよ。ルイ様の力になるためです。私の力に。へえ、じゃあ自分を売り込むために助けたわけだ。困った者は誰でも助ける、それが俺たちの信条です。誰でもか、面白いな。だがあいにく手勢は足りている。いいじゃない。この子たちって面白いのよ。私、魔導機なしで魔法を使ってるところを見たわ。お願いします。必ずお役に立てます。俺たち、どうしてもルイ様の力になりたいんです。私が求めるものは知っているな。
つきたいのなら、この国全員の前で力を示してみせる。世界を変えるのは力だ。その結果以下では考えてやる。じゃあね。俺は認めないからな。来い。簡単に飛び上がる。いいぞ。偶然とはいえ、こんなに早くルイにつながる道筋が立つとはな。あのグローデルという男、味方ではなく敵に回ったと考えるべきだ。ま、これでルイに顔くらいは覚えられたでしょう。こっからの活躍が重要ね。力を見せろか。なんとしても灰ザメを捕らえて競技会で爪痕を残すぞ。